ザラ・ネルソバは、カナダ出身のチェロ奏者。本名は、サラ・カッツ・ネルソン。ビィニペグ出身。フルート奏者だった父から幼児より、音楽の手ほどきを受け、1924年から1928年まで、デジェー・マハレクの下でチェロを習った。姉妹でピアノを弾くアンヌとバイオリンを弾くアイダとの3人で、地元の音楽祭に参加して、成功を収め、1928年に、 一家でイギリスに移住した。1929年から姉妹とカナディアントリオを結成し、1934年からオーストラリアやアフリカなどの演奏旅行を成功させ、1939年まで活動した。その傍らでハーバート・アレンにチェロを指示し、1930年にはエドアール・ラロのチェロ競争曲を弾いて独奏者としてデビューを飾った。 1939年にはカナダに戻り、トロント交響楽団の首席チェロ奏者を務めたが、キャスリーン・パーローやアーネスト・マクミランと2回目のカナディアントリオを結成して室内楽の方面でも活躍した。1942年にはニューヨークでの演奏会でアメリカデビューを果たし、パブロ・カザルス、エマヌエル・ホヤマンやグレゴール・ピアティゴルスキー等の訓導を受けた。 1953年にはアメリカ市民権を獲得し、1963年から没年までジュリアード音楽院で教鞭を取った。1966年にはアメリカ国籍のチェロ奏者として初めてソ連への演奏旅行を行っている。ニューヨークにて死去。ありがとうございます。